おはようございます。小泉梨央です。5歳です。今日は海苔が食べれない小さい子でも食べれるクレープの恵方巻きを作ります。まず四角いクレープ生地にクリームをのせて、好きなものは何でもいいです。のせるのはチョコとバナナにしてみました。それでラップで包むように、くるって巻いて出来上がり。食べてみます。うまくできてなかった。チョコ出てきちゃった。よいしょ。みんなもやってみてね。バイバイ。